元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が19日放送のフジテレビ系ジャンクスポーツに出演。プロ野球界の指導者の年俸事情を明かした。19年から巨人の打撃コーチとして13年ぶりに球界復帰し、20年には原辰則監督の参謀役として巨人ヘッドに昇格。チームをリーグ連覇に導いた。 元騎士は優勝して年俸がちょっと上がるかなと期待していたんですけどと振り返ったがまさかの減俸だったというちょうどコロナ禍だったんですよ無観客で収入がなかったんですよ球団にダウンと言われた瞬間何をやっていたんだよ俺はってみんな上がると思っていたので辛かったですねと苦笑いで明かしていた